こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は長野県塩尻市、塩尻駅にやってきました。まあ、ただいま乗車してきました列車が出発です。E353 系ということですが、トップナンバーでした。松本方面に向けて出発をしてきます。ただいま JR 東海313系が松本方面に出発をしてきました。こちらの駅は JR 東日本と JR 東海の境界の駅です。先ほど313系が向かった方、篠井線となりまして松本方面、そしてただいま歩いてます方向、右方向に進みますと JR 東海中央西線名古屋方面、左方向に進みますと JR 東日本中央東線甲府方面となっています。さらに進んできますと緑子方面と小野方面に分岐をしています。2022年3月のダイヤ改正で特急ワイドビュー信濃号、ワイドビューという名称は消滅してしまいました。その他中央西線貨物列車の話となりますが、ダイヤ改正で EF64 型10連変更されるのかなと思っていましたが、改正後も変わってないようです。まあ、1046号機が最終検査ということで EF64 いつまで運行されるか分かりません。本日は EF64 型10連と一つ珍しい列車がやってくるということなので見ていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。名古屋からの特急信濃号383系が到着しました。こちら塩尻駅ということですが、貨物列車の始発駅、まずは南松本に行ってみたいと思います。特急信濃号は南松本には停車しません。こちらの普通列車松本行きに乗車しまして行ってみたいと思います。本日の10連ということですが、先頭には EF64 1042号機、そして後ろ側 EF64 1010号機、 JR 貨物カラーとなっています。こちら南松本駅、改札を出てすぐの場所ということですが、ド迫力で見ることができます。正面に EH200 ブルーサンダーが見えています。こちらもブルーサンダーということですが、今後 EF64 の10連引退をしましてブルーサンダーに変わってしまうんではないかなと思っています。まあ、あくまでも推測ということですが、 JR 西線の方ですでに試運転を行っているようなんですよね。今回のダイヤ改正で車両の方は特に変わりはありませんでした。しかしダイヤの方が若干変わっているようですね。こちらが後ろの EF64 1010号機となっていますが、愛知機関区所属となっています。 EF64 に関しては先日も伯備線で見てきましたが、全て愛知機関区所属となっています。HD331 号機が入れ替えを始めました。滝と連結するようですね。そして遠くの信号も変わりまして、 EF64 が牽引します貨物列車出発のようです。ただいまブロワーが入りました。
貨物列車は出発をしてきました。南松本駅構内ということですが、10連をもうワンセット見ることができます。1034号機と1024号機、ちょっと工事用車両が止まっていまして見づらかったですよね。ホームから EF64 の10連を見ようかなと思ってやってきたわけですが、先ほど HD300 が入れ替えをしていました。こちらの多機を置いてってしまったんですよね。ということで見えません。この後は松本駅に行ってみたいと思います。再度入れ替えが始まりました。結構編成の方は長いですよね。こちらが先ほど見えなかった EF64 の1034号機、後ろには1024号機です。1034号機に関しては大宮31年と書いてあります。もう間もなく運行終了の可能性もありますよね。松本駅にやってきました。この後は2022年1月5日に豊田車両センター D233系10編成が長野総合車両センターへ入場しています。グリーン車組み込み改良工事およびトイレの設置などで長野総合車両センターに入場しているわけですが、この後やってくるようです。豊田車両センターまで返却されるようなんですよね。通常中央快速線、東京大月間、または青梅線などで活躍します233系、こちら信州松本で見れることは滅多にありません。珍しいことではないかなと思います。ここ最近は感染症拡大ということで中止となっていますが、夏に行われます諏訪湖湖上祭、臨時列車が運行されまして、こちら松本にやってくることはあります。8月15日に行われます諏訪湖湖上祭、そして9月の1週目の土曜日に行われます諏訪湖新作花火大会の際、臨時列車として乗車ができるんですよね。まあ、こちらは松本電鉄アルピコ交通上高地線、東武2万系の行方が気になりますが、ただいま松本から渚間運休となっています。また後日ということで E233KT20 編成見に行ってみたいと思います。先ほど駅員さんに聞いてみたところ、アルピコ交通の全線開通は6月頃を見込んでるようです。待っても待ってもなかなかやってきません。撮影される方も先ほどまでいらっしゃったんですが、いなくなっています。どうやら別の撮影される方に話を聞いてみましたら、行ってしまったようなんですよね。松本電鉄の車両を見に行ってる間に行ってしまったのか、それともトイレに行ってる間に行ってしまったのか、定かではありません。まあ、豊田車両センターの E233系ということですが、グリーン車組み込み改良工事、編成の方はたくさんありますので、今後も行われると思います。その際また新州にやってきまして見たいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではこちら松本から211系新州色を見ながら失礼したいと思います。高崎車両センター A2 編成、長野総合車両センターまで向かったようですが、その後が気になります。最後までご視聴ありがとうございました。